はい、さい、今日はですね、沖縄にできたばっかりの DMM 狩り水族館にやってまいりました。最新鋭の水族館どんなところか早速行ってみたいと思います。初めて使います。高校生、中田が1名様と、はい、大人が1名ですね。これお釣りは出ないんですよね。クーポンご利用の場合は返金対応できませんので、はい、4000円と2500円。これが返金対応。はい、結構皆さん使われてます。はい、あ、もう100円だ。はい、ありがとうございます。公式アプリがあるというのを今インストールしています。なるほど。なんか開いてからじゃないですか。あ、でこの付近の生き物で。おー、ネオンテトラゲットした。これは普通に和金かな、ね、そうじゃない。なんかコメットみたいなのもいるし。これはどういうコンセプトなんですか。そういう感想用だ。コンセプトが高いと思うんですけど、でも、沖縄の速攻に来た声もいっぱいいるんでしょうね。いや、絶対いるだろ。ワニさん撮ってたし。いや、なんかすごいジャングルみたいな。あ、すごいとか。かわいい。こっちの横からも撮ってた。超かわいいな。やっぱいいよね。ヤドクガエルですね。バラムンジ違うの、結局鈴木肉ですね。このやつでアルバンアロマなので、こいつがキクラオセラリス。え、うん、キクラオセラリス。青下さん寝てます。夜行性ですかね。こいつ出てないの、左側の方にはまだ小さいんですが、出られてるのは長い答えだと思います。そうなんですね、ジャングル感が溢れてますね。ちょっと一回上登ってみようと思います。上から見えるのこれちょっといいね。これ元気感増すね。実際もっと現地はあの水濁ってるけど、濁っちゃってるけど、ね、いろいろ法律厳しくなっちゃってるんですけど、特定動物ちゃんと表示されてますね。で、ここにこの水槽の説明がないからさ、あのわちゃわちゃした感じがないよね。ここの土台すごくシンプルで、スマホのアプリで何がいるかっていうのをちゃんと見ることができるっていうのはね、これはちょっといいかもしれないです。もう一回ちょっとやってみます。あ、さ、イチゴヤドクガエルだ、さっきのはね。でシリケンモリタンとかボタントラゴいいの、ちょっと夜っぽくして照明が起こした寝てるけど、恐ろしいですね。エイジプト。
かわいいね、ちょっと面白い。なんか餌狙ってんのかな、これね。あ、多分流れに逆らって泳いでるだけじゃないか。あ、面白いね。うん、これは設備は。海を多分表現すると思うんですけど、ここの中でね、雷が起きたりね、嵐が起きたりするみたいなんですよね。実際多分環境に自然に近いからきっと魚たちのストレスが軽減されているような気もするんですけど、まあぶっちゃけ普通に飼ってても多分ストレスは感じてないと思います。ストレス耐性の強い子たちが生き残るんですね。タッチプールが再開しています。水温低い。すごくでもね、水温が冷たいです。このサイズのさ、うん、サメみたいな。どっち、うん、こちらも、あ、こっちかな。めっちゃ来ます。めっちゃ食われとる。おじさんの角質を喜んで食べてます。丸文字を寝てます。すげえ。いやー、俺が乗っても大丈夫。すごいなこれ。はい、85キロあるんですけどね、私。すごいですね。サバじゃないかな。あ、アジか。そこから見えない。アジだ。じゃあサバじゃん。サバも入ってる。博物館っぽい。うん。絵みたいな、まあ、そういうコンセプトなんでしょうけどね。ガーデンにいるね、チンアナゴ。ちなみにチンっていうのは中国語に犬って言われてる。つまり犬顔のアニメなんですよ。なるほど、チンチンじゃないわけだね。アニメだと、うん、綺麗に陳列して見えて、はい、ほぼぬるっと出てます。こういうところでなんかレストランとかやったら儲かりそう。すげえ。これすごいな。え、これは偽物じゃないのか。これは違うよ。これはまた。もはやタコクラゲ。うん。
クリーンに水を流してますね。なるほど、こういう使い方もありだな。ちょっとリアル感が増します。アリ食いたっけ。アリ食いたっけ。欠点に火が出てきました。はい、ということで、できたばっかりのプレイシストをやってもらったけども、やっぱりね、いろんな演出を進めて最新の水族館のイメージでした。ぜひ皆さんも描いてみてはいかがでしょうか。